楽しくみんなではっちゃけで最後はね締めたいなと思ってるので、皆さんね鮭になる準備あるし、あーこれ本当はね川内さんに言ってほしかった。ねえ、あのぜひあの鮭の煽りがねすごい上手い人が一人いるんです。あ、じゃあ僕のバイクを渡しますんで、あ、じゃあこれを。ご紹介にあたりました、よさじぐ鮭、養殖工場、ようこそ。皆さんも天気も曇ってまいりましたが、今日はたくさんの鮭がいっぱいいるので、誰が一番、輝かしい鮭になれるのか、そして今日の晩ご飯のおかずに持って帰っていただけるのか、皆さんここが、見せ所ですので、張り切って鮭になってください。準備はいいですか？鮭になれる準備はできてますか？行ってみましょう。よろしく。
の予習できましたけどね。予習できましたよね。鮭におかわりという制度があるから。ああ、鮭にはおかわりって制度がありまして、2杯食べていただかないと困るという制度があるので。すげえ使い切ってか。ちょっと危険だけど。で、今の鮭覚えたっていう方はもう一般の人がどんどんね、混ざって入っていただければいいなと思っているので、本当にこれが最後になりますんでね。鮭さんはおかわりでみんなバカになって鮭になって帰ろうかと思います。皆さんでは準備がよろしいです。本当にやるんだ。それじゃあですね、閉会式の挨拶はすみません、僭越ながら私が務めさせていただきます。僭越って言葉は分かってないんですけど、はい、皆さん、今日は、お集まりいただいたお客様、佐藤明様、あと、その演舞、演舞していただいているチームの皆様、本当に今日はありがとうございました。
天気の方がねすごく心配だったんですけど、蓋を開けてみるとものすごい暑い天気になって、いいんだか悪いんだか分かんないみたいな状態になったんですけども、午前中が風強かったりしてね、テントを立てたり閉めたりとかいろいろわたわたして、うちもちょっと反省点がたくさんあるかななんて思いはあるんですけども、とにかくね最後までイベントが、できたことは本当にありがたいことだと思いますので、改めまして皆さんどうも今日は本当にありがとうございました。高橋さん、撤収する前にちょっとこちらに。はい。あとね、澤さんも。で、今回ですね、このイベントを開催するにあたり、まあ、開会式の事例のお話しさせてもらったのは、まずは真澄さんの、まあね、これ、つないでくれということなので、本当にありがとうございました。そして、プロジェクト、同じプロジェクトメンバーである澤さんも当然、させていただきましたし、あと、ウィンター、高城のウィンターではもちろんなんですけども、高橋さんも多大な協力を今回いただきましたので、設備等をねいただいたので本当にいつもですね高橋さんが絶対手伝ってくれるのに前に出てくれないんで、なかなか皆様にお見える機会が少ないと思いますので、今回は皆さんに高橋さんありがとうと一緒に言っていただければいいなと思ってますので、じゃあ一緒にお願いしてもいいですか。はい、高橋さんありがとうございます。当然ですけども、アクアイメージセンターさんのね今夜ご協力でこれ開催することができましたので、もちろんそれもねありがとうございましたということです。あとはちょっとお昼ぐらいの時に少しお話しさせていただいたと思うんですけども、9月にも開催が実は決定しております。この出張の本業9月は、宇宙座直前ではないけど直前スペシャルみたいな形で、開催したいと思っております。チーム今回も、ね、本当に9チームがたくさん集まっていただいたんですけども、今回はさらにちょっといろいろ心がけして、もっとちょっと大きなイベントにできればいいななんて思っておりましたので、あ、そうですね、あとはやはりお弁当なんかももしかすると準備して、はい、なんだったらすごいすごいいいイベントです。笠原さんがもし笠原シェフの笠原さんがもしかしたら何か特別な弁当なんかを準備してくれるのかもしれなかったりしますので、それなんかも含めてまた SNS 上でね告知させていただきますので、まずは今日はね無事に終わりましたということで、皆さん本当にどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。終了。失礼します。ありがとうございました。